転校生くん、どうした？そうだね、いいよ。せっかくだし、どっか寄ってこっか。今日もしんどかった。みんなさ、マネージャーをこき使いすぎ。うちの部の男どもって子供だし、図体はでかいけど。やれ、俺のタオルどこったのさ。私は保育士さんじゃないっての。走り回って汗かけるからダイエットにはなるけどね。どう？陸上部は楽しい？そうか、よかった。私さ、あなたには退屈かなってさ。他の子とレベル違いすぎっていうか、動きが違うのよね。なんかこなれた感じ。無駄な筋肉を使ってない。なんか部のことで困ったことがあったら、宮本ね。同じクラスなんだし、遠慮しないで宮に相談しなね。私に言ってくれてもいいけど、マネージャーなんだし。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝豪気のペルソナを生み出せした木、我らさらなる力の祝福を与え、帰るから。見たいテレビがあるんだよね。それじゃあまた学校で。部活の買い出し終わり。ほんとあなたがいて助かったよ。物たくさんあったし、あと今日はメンタル的にも一人で行くのしんどくてさ。ああ、別に大したことじゃないよ。言い方大げさだった。いや、でもやっぱへこむ。今日さ、古文の小テストがあったんだけど、これが全然わかんなくて。気づいたら爆睡しちゃってたんだよね。結局白紙で出しちゃってさ。そう、不可抗力ってやつ。まあ、エコダはブチギレだったけど、職員室まで呼び出されて反省文を出せとか言ってくんの。はあ、エコダの説教ってこれがまたネチネチ長くってさ。
こんなんじゃろくな大人にならんな、将来が思いやられるなとか。将来がどうとか気早すぎじゃない？うちらまだ10代なのに。だよね、もう少しだけ好きにしてたいよね。正直将来とかよくわかんないし。今は部活とか頑張ってんだからそれでいいじゃんって思うんだよね私。先のことはまあ気が向いたらおいおい考える感じ。店先で長話はダメだね。私部室に荷物置きに行くから。それじゃあまた。あいた。いってー。ちょっとこんなとこで。何回教えてもできないね。私のことはお姉さんって。やっべ、俺に見つかる。じゃな、ワン。あ、ちょ。あ、逃げられた。今のお向かいに住んでる子なんだけど、こんなとこで鬼ごっこ？ちょっと危ないよね。校庭とかでやればいいのに。あー、やば！急がないと校門閉まる。また部活で。ランパンのポケットにティッシュ入れっぱにしてんの。気づかず洗濯しちゃってもう大惨事。と、待ってて、靴履いてきちゃうから。まただ。いつも同じ手口とか。げーなさすぎ。よかった、靴は無事で。こっちまでやられてたらさすがにちょっと笑えない。いちいち数えてないから。最初はムカついたけどもう慣れたっていうか。イラついて疲れるのも損した気するし、めんどくさい。まあ目の前でやってるの見たら捕まえて往復ビンタだけど。今のジョークだからね。私は優しい子。いい？ほら、行こう行こう。だからこの際ユニフォーム新しくしようかなって。
イルとかどう？空気抵抗受けにくいって言うし。あれ、西脇さんじゃん。隣の人、新しい彼氏。もう変えたんだ。さすがだね、西脇さん。別にそんなんじゃないよ。同じ部の友達。いいよ、私の前だからって遠慮なんてらしくないし。そんなイケメンをゲットできるんだ。私もマネージャーやってみようかな。相変わらず思い込みの激しいやつ。やめなって、あんなに毎日駆け回ってさ、筋肉ついちゃったら嫌じゃない？よしなよ、彼氏さんの前だしかわいそうだよ。本気でやろうって言うなら止めないけど、彼氏探しなら他でやった方がいいよ。マネージャーって忙しいし、人の下駄箱にガムつける暇もないくらいに。何言ってんの？全然わかんない。そりゃそうでしょ、例え話なんだから。なんか私変なこと言った？別に。ねえ、もう行こう。ごめんね、変なことに巻き込んじゃって。いやいや、気にするって。本当ごめんね。あなたには話しとこっかな。誤解されるのも嫌だし。そこ座ろっか。さっきの黒いタイツの子、同じ中学だったんだ。中学の時にね、私バスケ部の男の子に告られて付き合ってたの。でもそいつ、あの子と私で二股かけてて。私だって被害者なのに。あの子、一方的に私を泥棒呼ばわり。バスケ部のマネージャーやってたからなんだってさ、意味不明じゃない？しかも高校で陸上部のマネになった時もいろいろ言ってきてんだよね。私は部活の頑張ってる人の力になりたいってだけなのにさ。さっきのガムとか多分あの子だね。少し粘着質なとこあったから。ほんと暇なやつら。小さな仲間うちでネチネチやってさ。もっと建設的なことしろっての。猫だに説教されたらいいのに。
将来が思いやられるなとかってそれ私が言われたやつだけど。あ、そういえばごめんね、あの子らさ、あなたのことを彼氏だなんてさ気悪くしたでしょ。 あのね真顔でそんな冗談言う？他の子には言わない方がいいよ。恋愛まっしぐらの女は怖いんだから。経験者だから言っとく。あ、そうだ、さっきの二股野郎の話、ミヤとかには内緒だよ。あなたにしか言ってないんだから。あ、それからその二股野郎とはとっくの昔に別れたから。だからどうしたって話だよね。何言ってんだろう私。話してたら遅くなっちゃったね。そろそろ帰ろっか。じゃあまたね。そういえばちゃんと体幹トレーニングしてる？タイム縮めたいならやった方がいいよ。怪我もしにくくなるし。今度1年生の練習メニューに入れようってミヤと話しててさ。続きお店で話していい？ちょっとお腹空いちゃった。危ないでしょ。私だったからいいけど、怖いおじさんだったらどうするつもり？遊ぶなら校庭行きな。校庭はダメなんだ。6年生がずっとサッカーやってて。かけっこで勝ったらどいてくれるって。 でもさ、俺らみんな4年生だぞ。勝てるわけねえよ。しょうがないんだってば。有効が最後のおばんはスルーするとして。なるほど、なかなか深刻ね。わかった、ついてきて。広い、広いね。高校生すっげえな。ちょっとだけなら使っていいって。本当はあんたたちが入ったらダメなんだからね。その辺のものには触んないこと。何かあったらすぐに知らせること。
約束できる？できる！じゃあ、あの長い針が12のとこに来るまでね。学校の中には入んないでよ。よし、早速走ろうぜ。あ、待って、ちょっと来てみ。腕の振りをもっと大きくして、足上げた時にお尻につかないように。肉離れ起こしちゃうから。やってごらん、自分を信じて。いやー、加速装置すごい。金ちゃん早い早い。ねえお姉ちゃん、コーチやって、コーチ。弱いんだよな、子供のそういう目。でも私、コーチなんてやったことないよ。どうしたらいいと思う？あなたはそう思う？お願いします。します。あれこれ悩むくらいなら。やるか、コーチ。その代わり、ビシバシ行くよ。途中でやめるのもなしね。わかった？はい、ゆうこコーチ。ねえ、この人も一緒に教えてくれるの？コーチの彼氏？そういうことには触れなくていいの。ほら、みんな整列。ビシバシ行くって言ったでしょ。本当の負けってのは気持ちで負けること。6年生って響きに負けんじゃないよ。なんか難しいけど。コーチとか言われてはしゃぎすぎちゃったかも。あのさ、一緒にやってくんない？コーチ、無理言ってるのは分かってんだけど。私、徒競走あんま詳しくなくて。あなたは運動神経いいからさ。一緒にコーチしてくれると嬉しいな。いいでしょ、お願い。一人だと正直心細い。喜ぶと思う。ありがとう。頼ってばっかで本当ごめんね。いつか埋め合わせするから。Thank you.
ち聞いて聞いて、私ね、ゆきちゃん抜かせた。腕ちゃんと大きく振ったよ。あ、本当？すごいじゃん。じゃあ今度はつま先ちゃんと上げて走ってみ。もっと速くなるから。はい、コーチ。いろいろ調べてきたけど効果あるみたいでよかった。ほら、コーチ引き受けて適当なことできないじゃん。メニュー組むのに入学して初めて図書室とか使ったし、にしてもフォームを見直すだけでタイム縮んじゃうなんてさ。小学生ってほんと上達早いよね。あなたもそう思わない？そんなことないよ。でもそう言われるとなんかやる気出ちゃうね。あの子たちほんと頑張っててさ。よし、もう一本。って、ちょっとストップ。あんたたち、まだ休憩中でしょ。休む時はしっかり休むこと。小学生は無理な走り込み厳禁だから、あんまりやると怪我するよ。え？でも時間足んないじゃん。俺たちまだ全然いけるよ。気合だよ気合。確かにここ使える日も限られてるけど、でもなあ。ねえ、どうしよっか。メニュー変えた方がいいかな。もっと走らせた方が。無理なくできるようにいろいろ調べてきたんだし、よし。いい？今は私がコーチだから無理な走り込みは禁止ね。この約束は絶対守ること。その代わり、約束を守ってくれたらあんたたちを絶対速く走れるようにする。これでどう？約束守れる？5番コーチ、あっちいぜ。なんか言った？ほら、約束守れる人は休憩に戻る。
気分けがいいんだか悪いんだか。でもこういうの悪くないね。なんか青春ドラマっぽいなんて。さっきはその意見くれてありがとう。正直自分一人だったら流されてたかも。やっぱ一緒にコーチ頼んでよかった。頼りになるね。ああそういえば、あの子たちあなたと一緒に走りたいらしいんだよね。後で一本だけでいいからさ、お手本にもなるし。どう？ここでの練習時間は限られてるから、みんな勝ちたかったら自主トレ必須。自主トレ必須。よし、忘れちゃダメだからね。走り込みは厳禁で、家では柔軟すること。そうだ、あなたも何か言ってあげてよ。気持ちで負けんじゃないよ。あの子たちさ、今度6年生に試合を申し込むって。勝った方が校庭を使うんだって。さっき挑戦状の代筆やらされてすごく心配。試合のこともなんだけど、私誤字脱字しちゃってないかって。ぶっちゃけさ、どう思う？小学生の時の年の差って大きいでしょ。あの子たち6年生に勝てるかな。信じてあげなきゃ。あの子たちも本気で頑張ってたし。大丈夫よね、私とあなたの教え子だし。もうなんで私がこんな緊張してんだろう。大丈夫、あの子たちなら勝てる。つーか、挑戦状の代筆さ、あなたにやってもらえばよかった。もっと漢字を使っておけば。
小学生に笑われたら私マジへこむよ。コーチと彼氏、コーチ一人ずつ勝負して二人勝てた。6年生相手にだぜ、引き分けだよ。今日から校庭が使えるようになったんだ。6年生とも仲良しになった。お前ら4年生なのにすごいなって。今度から一緒に遊ぼうだって。あんたたち全然心配なんてしてなかったよ。みんな頑張ってたからね。ありがとう。ゆうこ姉ちゃん。いいの、子供は気使わなくて友好版でいいから。彼氏だってさ、たく最後まで。壊したりしないかヒヤヒヤしたもん。正直さ、最初はいろいろ大変だったけど、急に静かになるとやっぱり寂しいね。あの子たちに徒競走を教えるの楽しかったな。早くなったって喜ばれると私まで嬉しくって。力になってあげたいって気持ちがどんどん大きくなってさ。あんな風に一生懸命になれたの初めてかも。マネージャーの仕事手抜いてるとかじゃないんだけど、人の世話焼いたり教えたりすんの向いてんのかな。ちょっと考えちゃった。そのおいおい考えようと思ってたこと。あ、
なんか今更だけど、ありがとうね。今度打ち上げでもしない？コーチ修理用打ち上げ。打ち上げの場所どうしよっか。せっかくなら豪華にやりたい。どっか探しとくね。私も最初全然自信なかったし、あなたがいてくれて本当。その話今度にしよっか。いくらでもできるし、打ち上げで。じゃあ帰ろ。ごめんね、うちで。その、練習で使えそうなものを買ってたら貧血になっちゃって。そう？片付け頑張ってよかった。お菓子とか好きに食べてね。なんだかんだあったけど、やってよかったと思ってる、コーチ。あなたはどうだ？ああ、ごめん。あなたって、まつげ長いんだね。こんな近くで見たことなかったから。なんか二人だし、ちょっと緊張してるかも。じゃあテンション変えて質問です。あなたって子供好き？私もだよ。純真で一生懸命で、応援したくなっちゃう。っていうか、基本的におせっかいというか、人の世話を焼くのが好きってわかった。じゃあ次の質問ね。あなたが結婚して子供が生まれるとするじゃない？男の子と女の子、どっちがいい？私も以心伝心ってやつかな。いろんな服着せられるし、お手伝いとかしてくれるだろうし。けど、どっちにしても私に似たらダメだね。ガサツで口が悪い子になっちゃう。あなたに似てるなら可愛いよね、絶対。運動神経も良さそうだけど、スポーツに興味持ってくれるかな。
なたってお父さんに？お母さんに？私さ、お父さんに激似ってみんなから言われるんだよね。別に嫌じゃないけど、なんか複雑っていうか。言うほど似てないよね。私こんなに眉毛げじってないし。でね、授業の後に聞きに行ったの。そしたらさ、宮原先生話止まんなくて、謎の数式書いて美しいよねって余計分かんなくなったっての。もうまた明日聞かなきゃだよ。そう？分かんないままってなんか嫌だなって。私ね、ちゃんとやるって決めたんだ。前にさ、学校で言ったの覚えてる？私が小テストを白紙で出しちゃってエコダに怒られたって言った日。あの時はとりあえず卒業して短大にでも行っとくって感じだった。けど一緒に子供たちのコーチやったじゃない。あれで私目覚めたっていうか。頑張る人を応援するっていう私のやりたいこと分かったんだ。なんだか分かる？よし、正解にしちゃう。さすが元コーチ仲間だね。私、アスレティックトレーナーになろうと思ってるの。スポーツ選手の健康管理したり、トレーニングメニュー作ったりする仕事。高校卒業したら専門学校行って、二十歳になったら公認の資格取るの。共通科目やら専門科目やらの試験、全部合わせると350時間以上。だからね、今から始めてるの、勉強。日本語の文章を書く練習からね。私、レポート用紙3枚で徹夜だしさ。あの子たちの影響が大きいよね。成り行きだけど、コーチやってるうちに。私は将来、自分の子供に何を教えられるか、なんて考えたら、私、何もなかったから。あなたが一緒じゃなかったら、コーチ最後までできなかっただろうし。さっきみたいなこと考える余裕もなかったと思う。ありがとう。
あとさ、いつもいろんなことに付き合わせちゃって、なんかそのごめんね。私すっごくあなたに甘えちゃったなって反省してる。してくれるの？私だからだったり？なんてないか。聞いて、昼休みあの女子たちにまたうざがらみされてさ、覚えてる？ほら下駄箱にガムつけてたやつ。私ねバシッと言ってやったの、本当にやりたいこと見つけなよって。あの子には響いてないかもしれないけど、私はそれ見つけて一歩踏み出せたからさ。同病愛哀れむってやつ？最近勉強して覚えたんだよね。それにまあその本当に彼氏になっちゃったわけだし。本題はそっちじゃなくてね。学校でもよかったんだけど、静かなとこで話したくて。ああ焦んないで、今話す。焦ってんの私の方か。覚えてる？私たちがコーチした子供たち、あの子たちが寄せ書きくれたの。生意気だったけどさ、可愛いとこもあると思わない？
優しいね。心が広いっていうか、私も見習わなきゃ。はい、これあなたの分。彼氏さんに渡してだって。笑っちゃうでしょ。これを渡したくて呼んだの。ペノも実は口実で。今日うち親いないから。私だって一応女の子。あんま見ないで。真っ赤なの自分でも分かってる。あのね、将来の夢とか持てたのもあなたのおかげだって思う。あなたに会えて。っていう気持ち受け取ってほしいんだ。だからもう少しだけ一緒にいて。我は何時、何時は我。何時、ついに真実の絆を得たり。ここに豪気の力はその才能を開かれたり。今こそ我ら何時に与え、豪気の究極なる力、何時がうちに満たされんことを。